すみません、この広島結晶ソースのことについて教えてほしいんですけど。え、いや、あの、すみません、広島結晶、あなたもっと外の世界を見てきた方がいいわよ。37年目、昭和48年からしよ。え、何歳の時から？33からしようとね、今年で70 70になったんよ、33からして。すごいね。どれが昆布です？これ。私は37年前から昆布だ。あの、値段が高いの。入れたらどうなるんですか？美味しいよね。あの、冷めても美味しいの。持って帰っても。皮がね、昆布が入ってる。だし昆布だろ。食べてごらん。お宅に。説明する言うてもね、ええ、野菜を容器入れてもね、あの、よう焼けるいうこと、うん、抑えるけ。じゃあみんな抑える方が美味しいという人にはね、そのことないと思うよ。抑える方が美味しい。うん、美味しいと思う。あの、キャベツのジュースがバーッと出るんよ。ほいで、お好みが自然に甘くなるよ。うん。これお皿ね。あ、ありがとう。ゆっくり食べさね。急がないで。あ、昔。
京都とばあちゃん家に来たんで、ありがとうございますね。どうですか、久しぶりに食べたそば肉玉ダブルは。そば肉玉ダブル、確かにおばあちゃん生地がね、ここは珍しいですね。生地というか、キャベツも今度は細身じゃなくて結構ざっくり切ってあったり、大きく切るよね。あのキャベツの味がするけ、そういうことですね。箱も切るよ。そうですね、だから歯ごたえがあるっていうか、ね、こう、ありがとうね、っていう気がしますね。ありがとうございました。